最終ライン右高田亮太、センターバック小出雄太と菅田正宏のコンビ、左のサイドバックは石尾陸人です。2列目右に同井宇城寺、ボランチは松井蓮司と長澤和樹、左のサイドハーフにはチームトップの4ゴールを挙げている相良龍之介です。今日前線の2人は郷家雄太と中島基彦ということになりました。センターバックは板倉健とキム・ボムヨン、左のサイドバックは辛坊海里、攻撃の中枢を担います。2列目右に吉岡正和、ボランチ池上ジョージと相田裕樹、左のサイドハーフには田辺康平、そしてツートップは川野幸太20歳、梅木翼、今シーズンここまで3ゴールを挙げている2人ということになりました。もう1回戻します。前です。前から吉岡、松井が引っ張り出される形になります。シュート行く、左足、これがディフレクションでゴールになりました。連勝へ、棋戦を制して先制ゴール、山口。まあ、ボールを山口がね、こうシュートまたはクロスをシンプルに上げない中で、まあ、少し昔の山口のスタイルような感じがしましたよね。まあ、その中からミドルシュートを打っていったこの左利きの吉岡選手のところのカットインですよね。はい、まあ、それによってやっぱりボールウォッチャーになった仙台の足が止まったというところで、うまく反応した池上選手のところの足が当たりましたけど、まあ、シュートが両チームともなかった中で、こういった思い切りの良さがこのゴールにつながったという意味では、少し山口の方が勢いを持っていけたのかなと思いますし。さあコーナーキック、辛坊のボール、ヘディングすらせる、こぼれてシュートを含めるか、決定機を迎えました。コーナーキックからビッグチャンス、押し込むことはできませんでしたが、あとわずかというプレーになりました。まあ、これニアでね、川野選手が触るところと、やっぱりそこにイメージして入っていくところも完璧ですよね。仙台よく戻りましたね。さあ相良、剥がす力は持っています相良。長澤経由、前送って、ヘディング、アディショナルタイムで同点。中島、いや、仙台にとってはね、素晴らしい時間帯のゴールになりましたね。逆サイドに振ると思わせておいて、中島選手のところ、よく長澤選手が見てましたね。体開きながら行ったことによって、ディフェンスもなかなかつきにくかったと思いますし。さあお互いに前半で戦い方は分かった中での後半になります。長いボール、ヘディング、姿は中に折り返した。このボールをキム・ボムヨンから前へ、合計もう一度姿、前が中に入れます。落ちたところ、まだイーブンのボール。さあここにシンガーボールは、ここはクリアしました、かき出しました、まだつながっている。ここでようやく林、こぼれを押し込みました。ファウルになりました。まあ、このボール素晴らしかったですね。本当に触れば1点というところと、まあ、この後のところで林選手キャッチしたところ、まあ、ここに山口の選手がいましたので、まあ、それを取ったというところなんですね。相田が入れました。梅木を狙っていきましたが、ここはヘディング。さあここのこぼれ球を奪うのが山口の真骨頂、前に送ります。ヘディングしたボール、これも拾う、クリアしました長澤。そして小田湯走る、クリアが中途半端だった小田湯、ボールを収めてシュートに行ったが、ブロックまだいる相良、3人押し詰めていましたが、ここはシュートまで行きませんでした。ラッシュをかけて一気にゴール前、しかし重なる形になりました。ちょっと珍しいシーンですね。そうですね、まあ、一番は同じ選手のところで決め切らなきゃいけないところですけども。小井出、さあ中央フリーのスペース、前につけた松井レンジ、フリックターンして中山、打たない、左に流します。ここで石尾、柔らかいボール、ヘディング、マセ、右のサイドバックのマセ、ヘディングで合わせていきましたが枠いかず。この中央でのパスの出し入れで前向きましたよね。まあ、中山選手足振りたかったと思いますけども、
まあ、うまく我慢してというか、まあ、そこから最後のフィニッシュまで持っていったところで、まあ、紙一重でしたね。さあここで裏取る川野残す中山の守備スローインです。間のロングスローを使おうかというところですが、今スローイン入れてきました。かわして辛抱中折り返しヘリングだ。フリーだったんですが枠いかず川野、まあ、この仕掛けやっぱ素晴らしいですね。そこからやっぱ中も信頼して入っていけますから。左サイドを変えます。幅を取っていました明眼、明眼のドリブル、明眼中深いところ入っていって倒れて PK を指差しました。仕掛けた明眼らしいドリブル、それが PK 誘発。固唾を飲みます岩手スタジアム仙台。勝負を決する PK になりました。さあキーパー席、キッカー中山、1対1同点 PK になりました。決めた逆転エース中山 PK を決めました。枠岩テックスタジアム仙台、まあ、こう冷静でしたね。インサイドでしっかり面を作りながら、まあ、得意のこの内転の強さを生かした素晴らしいシュートだと思いますね。まあ、駆け引きに、まあ、上回ったところを感じましたね。さあどれくらい時間が残っているでしょうか。後ろから上がってきて辛抱クロスを入れる、弾き返します。ここでプレス取って明眼、また笛、イエローカードが出ました。あ、レッドカードが出ました。さあアディショナルタイム、すでに手元の時計では95分。さあ今審判は時計を見ました。厚澤主審、長いボールを蹴り上げたところで歓喜に沸きました岩テックスタジアム仙台、劇的な逆転勝利。チームの価値と成長の余白を改めて認めさせる勝利ということになりました。今シーズンこれで5勝目、連敗を止めました。